それに対して、テキサス像のスペースコロニーの中にカメラが映って、意外なことに馬車をシャアが操縦というかですね、乗っています。横にララーが座っていて、その後ろに見えるのはフラガナン博士ですね。えー、ララーの、まあ、世話役というかですね、えー、ニュータイプ能力の判定しているような人みたいなもんなんですけども。で、シャアのセリフ、周りを見ながら、ミラーの調整も効かない頃にはひどいものだな、カラカラだっていうんですね。 で、その後ですね、ロングの風景になって、これがえシャアが乗っているですね、馬車ですね。で、後ろにですね、雄大なアメリカの、まあ、西部のような光景が広がり、川まであるんですね。でもそこにはですね、砂嵐がずっと吹いていてですね、確かにカラカラに乾燥している感じなんですよ。ナレーションが入ります。え牧畜とレジャーのためのこのテキサスも、戦争の余波でミラーが動かなくなり、8ヶ月余り夕暮れのままであると。そのため砂漠化が進み、人も住まない。 っていうふうに言います。馬車に乗ってるのはね、もう絵代わりですね。これね、映像やってる人間のもう癖みたいなもんなんですよ。同じ絵をずっと映しちゃうと、観客は飽きて見なくなってしまうという恐怖心があるんですね。なので、絵代わりっていうのをよくやりたがるんですよ。で あの、これもですね、シャアは別に普通の自動車に乗っていればいいんですよ。普通の自動車に乗ってて、トラックなんかに乗っていればいいんですけども、あえてテキサスだから馬車に乗せてですね、意外な絵を見せようっていうですね、絵代わりをやろうとするわけですね。で、戦争の余波でミラーが動かなくなって、8ヶ月夕暮れのまま、そのために砂漠が進み、人も住まないと。 これの説明するためには、スペースコロニーとは何なのかというところからもう一回やらなきゃいけないんですけども、一応ですね、昔あのウェーブというメーカーが発売したスペースコロニーですね、ガンダムの世界でのスペースコロニーの模型です。プラモデル美術部に作ってもらいました。色を全く塗ってないんですけど、これでいいんですよ。で、墨入れもしてないけど、これでいいんですよ。こんなね、直径8キロ、全長30何キロなんていう人工建造物に 本当は目に見えるデコボコなんてあるはずがないんですね。だから、えー、墨入れとかをしてですね、モールドを強調してはいけないんですよ。そうしなくてですね、ツルツルペッタンのままが当たり前ですね。これで正しいんですけどもですね。えー、スペースコロニー、これ島3号っていうですね、サイズなんですけど、プリンストン大学の物理学教授のですね、ジェラルド・オニールっていう人が考案したですね、人間が宇宙に進むための スペースアイランド、島ですね。三号。1号、2号はもっと小さいんですけど、3号。直径8キロ、長さは32キロですね。2分間で1回回転します。こいつが回転します。本当はこれって、こういうふうに回転してるんですけどもですね。 えー、で、回転するですね、遠心力で、まあ、あの周囲にですね、疑、えー、似重力を作ってるわけですね。でこのスペースコロニーの中で疑似重力、遠心力による重力を作ってるので、ガンダムの世界では重力制御がやってると誤解する人が いまだにいて、いまだになんかコメント欄とかにガンダムの世界ぐらいだったら人工重力があるはずって言うんですけど、ねえよって思うんですよ。ここら辺は本当になかなかちょっと SF 好きの気持ちで伝わりにくいんですけども、あくまで疑似重力だから本当の重力ではないんですね。ぐるぐる回してるだけの遠心力だから。えー、コリオリー力っていうのをですね、中学校ぐらいの時に習ったと思うんですけども、えー、このコリオリー力のおかげでですね、この、 コロニーの中でですね、例えば人間の目の高さから物を落としたら足元落ちるまでまっすぐ落ちないんですよ。必ず回転のと逆方向にですね、2、3センチずれるんですね。で、なのでスペースコロニーの中ではですね、噴水できないんですよ。噴水やったらですね、まずまっすぐ登っていかずに風もないのにずれるんですよ。で、それが落ちてくるのはさらにずれるからですね、噴水とかあと滝もできない。 滝が落ちてくるときは滝の根元に行けば行くほどずれた位置に着水するんです。そうすると、あ、ここ地球じゃないんだと。実はこの地面っていうのは動いてるんだというふうにみんなにはバレてしまうわけなんですけど。だからまあ宇宙空間でので、ね、公共施設の作り方ってちょっと面白いと思うんですけども。で、 これもですね、プラモデルですね、一つになってるんでして、ガンダムの中でもこういうふうに浮いてるんですけども、実際はね、これ日本で一組なんですよね、スペースコロニーって。日本で一組になってて、この二つをですね、でっかいチェーンみたいなやつで繋ついでないとですね、えー、回転する再三運動っていうんですけど、困ってくるくる回ってる時に最後なぜかこう、ブーっと芯がブレるじゃないですか。 これをすりこぎ運動、再作運動って言うんですけど、必ず回転するものにはこの再作運動っていうのは伴うんですね。宇宙空間で何もないってことで,ですね、スペースコロニーがぐるぐるぐるっと回っててもですね、何日かすると、だん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 この再作運動を始めてしまうんですよ。これはもうどうしようもないのでですね、2本ぐらいを組にして、お互いの回転をですね、打ち消し合うような形でやるのが、まあ、オニール教授が出した結論なんですけども、機動戦士ガンダムではここら辺省略してあります。 で、ミラーが故障しているので、あの、角度が変えられないのでっていうふうにナレーションで言ってるんですけども、このミラーもね、これがね、閉じると思ってる人がいるんですけど、これ閉じないです。これを閉じると、いわゆる、えー、角速度が変わってしまう。アイススケートですね、手を両側に伸ばしたり縮めたりして、縮めて胸元に持ってくると回転速度が上がるじゃないですか。あれは角速度が変わるからなんですけども。だからこのミラーっていうのは絶対に動かさないですね。 この中にある鏡の小さい鏡、何万個という鏡の一つずつの角度を調整するんですよ。この中の小さい鏡一つずつが動くわけですね。で、太陽の光をですね、このコロニーの中に入れてるわけなんですけども、このコロニーの中に入れてるときに、このミラーの角度の調整で、ここら辺に焦点当てたり、ここら辺に焦点当てたり、焦点の場所をずらすんですね。 そうすると、暖かい空気と冷たい空気が発生して、中に空気の循環が作ることにできると。で、これによって雲を作ったり、雨を降らしたりすることができるんですね。この中のわずかなミラーの角度の調整。ひょっとしたらそれはミラーの角度の調整ではなくて、ミラーの表面に液晶状のものをですね、塗っておくか配置することによって、まあ、反射率を変えるとか、そういうふうなことかもわかりません。そういうふうなことをやることによって、この、 コロニーの中に焦点の当たる位置をずらす。これによって気象操作しているわけですね。これによって風を動かしたりしてるんですけども、これが全部動かなくなったのでですね、太陽の光が当たりっぱなしで、中が照らされっぱなしになっているんですね。でまあ 永遠の夕焼け状態でですね。で、それによってですね、砂漠化が進んだと。テキサス頃にはですね、温度管理とか天候調整ができなくなったので砂漠化が進んだ。で、まあ、水分が結露してくれる夜がないっていうのも原因かもわかんないですね。ここら辺で、なんかね、ガンダムのナレーションってね、聞き逃すと割ともったいないんですよ。